古事記の窓、まあ、安倍総理がトランプ大統領と、ゴルフの日はね、ほら3食ともにしたわけです。朝ごはんは、朝ごはんと、まあ、昼ごはん、まあ、朝昼はゴルフ場でね簡単な、ものを食べて、で夜は、まあ、ロバタ焼きと、まあ、翌日はですね、また昼ごはんが首脳会談の後、昼ごはんが昼ごはんがあって首脳会談かな、首脳会談があって昼ごはんかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、その後ほら、夜は宮中晩餐会ですから、このわずかの間に何度も一緒に食事をしましたよね。そして天皇陛下、皇后陛下も、まあ、宮中晩餐会で食事を一緒にした。でこのですね、あ、加賀もありますね、後でまた 出てきますけども、やっぱこのね3泊4日という結構長い間アメリカの大統領を日本で拘束したわけですよね。でこのお祭り気分だとか観光ガイドしてるだけじゃないかと言われましたけども、でもそれだけ長い間ね、安倍総理が、まあ、トランプさんと何度も食事を一緒にして、そしていろんな話をしたわけですよ。ロバタ焼き食べながら心臓をちょっとイラン頼むよとかね、結構重要なことをロバタ焼き食いながら普通に話してる。で、またゴルフの時は何話したか知りませんですけど、やっぱりそのいろんなね、スポーツやってみたり朝ごはん食べたり、なんか相撲を見たり、いろいろな場面場面でですね、いろんな話を、真面目な話、バカな話、楽しい話、いろいろな話をしたでしょね。その中でもですね、やっぱりゴルフは重要な意味があったと思います。やっぱり食事をですね、回数を重ねるっていうのは、これはですね、目に見えない大きな意味があります。食事を一緒にするというのはですね、もうこれほらほら、あの同じ釜の飯を食うっていうじゃないですかね。他人同士でも同じ釜の飯をね食ったら、もうそれはですね、もう兄弟のような、そういう関係になるというね、そういうことです。一緒に食事をするというのは、ただ胃袋を満たすだけではなくて、なんかねあるんですよ、不思議なものが、ね、やっぱりそうですね、食事を食べるとその人の気質もよくわかるし、食事をするときってほら、動物からすると最もこの無防備な状態なんですよね。その最も無防備な状態で食事を食べながら話すっていうのは、なんかね、改まった場所で話すのとは違ったですね、なんかこうお互いがこう歩み寄ったり、本当の金銭に触れるような話ができたり、やっぱり食事ってすごい力があるんですよね。で古事記の中でですね、食事を共にするっていうのは結構いろいろと出てくるんですよ。さらに言えば秋に大嘗祭ありますよね。大嘗祭というのは、新天皇陛下がね、神国を、まあ、狼様にお捧げになり、それを直来として下がってきたものをお召し上がりになることによって、神人共食ですよ。神と、まあ、人である天皇が共に食を共にするという、これ一種の神様との晩餐会なんですよね。はい。なので食事をするというのは宗教的にも非常に大きな意味合いがあります。そこでですね、まあ、いくつかあるんですけども、まあ、ちょっと見ていきましょう。重大なところね、これはですね、黄泉の国にイザナミの神が行ってしまいました。死んでしまって黄泉の国に行ってしまった。そしたらイザナキの神が追っていきますよね。そして、会うことができます。で一緒に帰ろうというわけですけども、帰れないというわけですね。その理由がここなんですよね。はい。イザナ焼きの神はイザナミの神と再会なさいます。イザナキの神が、美しき我が妻よ、私とあなたが作る国はまだ出来上がっていない、一緒に帰ろうと仰せになると、イザナミの神は次のようにお答えになりました。もう少し早く迎えに来てくださればよかったのですが、残念なことに私は黄泉の国の食べ物を食べてしまったので、この世の住人になってしまいました。もう戻ることはできません。でもあなた様がせっかくいらしてくださったのですから、なんとか帰りたいと思います。黄泉の神々と相談してまいりますので、その間決して私を見ないと約束してください。ということは、その後見ちゃうって話、見たなっていうね、こういう時に見なかった話は聞いたことないですからね、見ちゃうんですけど、まあここで今出てきました。あともう少し早く来てくださればよかったのに、私は黄泉の国の食べ物を食べてしまった。もうこの国の住人ですと。
まあだから、その国のものを食べただけでもその人たちと家族になり、その国の住人になる、それほどの意味合いがあるということで、それによって私はもう帰れなくなってしまった、こういう形で食事をするというのが紹介されることもあります。あとそれからですねあとはまあ応神天皇ですかね、はい、あれどこだ、どこだ、ちょっと待ってね、応神、はい、中愛天皇の息子の応神天皇がですね、気比の狼と名前を交換する話がありました。ある時ですね、はい、夢に神様が現れるんですね。私の名を巫女の名と変えたいと、神様がお前と名前を変えたいってわけですね。わかりましたって言って、名前を変えましょうって言ったら、明日の朝浜に行きなさいと言われる。名前を変えたことへの贈り物をしようと言われて、で朝目覚めて浜に行ってみたら、あたり一面にイルカが打ち上げられていたというんですね。ですから神様が名前を変えてくれたことのお礼として、この巫女にイルカを大量にプレゼントしてくれた。イルカを目の当たりにした巫女は、私に三家の名を与えてくださいましたと神に申し上げました。三家とは神に差し上げるお食事のことで、神の食料が巫女に貸しされたことを意味しますと、はい、ですからこの時にですね、神と対話をした巫女という、普通神と対話できませんからすごいことで、そして神様から直にお食事をいただいた。でその食事をカエルじゃない、イルカを食べることによってですね、その神の息吹を体内に取り込むことができる、そして神聖性を手にするわけなんですよね。というように食事というのは神から与えられるものであり、それをいただくことによって神と一体になれる、そういう意味もあるわけです。今出てきたのは、食事をしたらその国の人間になっちゃうというのは一つありましたね。今食事をすることによって神と一体になれる、もう一つありました。さらにもう一個あります。これは神武天皇の統制ですね。神武天皇がですね、宇佐とか、筑紫とか、もしくは竹利の宮っていう広島の方ですね、あと吉備の高島の宮、岡山の方ですけども、そういうところを旅していった時にですね、お食事をもらうわけですね。はい、いろんな場所に行くとお食事が出されるわけですよ。ちょっと読んでいきましょう。豊の国の宇佐にお着きになった時、そこに住む土着の人で宇佐津彦宇佐津姫の二人が足一つ上がりの宮を作り、福族の印として大宮へを献上して、神山と言われべきの御事と一世の御事をもてなしました。はい、お食事を差し上げることがね、福族の印、だからこれ逆もある、神からもらうこともある。別に神が服従するわけじゃないですよ。神がね、下げ渡すものもあれば、お食事をあげることによって服属する、その人に従うという印にもなるわけですね。だからこの上下関係を結ぶことにもなり得る。もしくは同じ釜の飯を食べるというように、兄弟関係にもなり得る。だからその状況によっては上下だったり、水平だったりとか、もしくはその、地域に所属するとかですね。だからもういろいろな意味合いがあるんですけども、ただ一つだけ共通があるとしたら、ものすごい強い結びつきを得るということなんですね。食事をする、非常に強い結びつきを得るわけです。上下でも水平でも地域でも何でもそうです。食事をすることによって、強い結びつき、あ、彼女にもなるかなって話あります。あ、そうです。やっぱりね、男女のね、関係というのもやっぱり食事をすると急に近づくわけですよ。ただなんかでちょっと同席しただけ、ちょっと立ち話しただけの人とね、じゃあちょっと一緒に、お酒を飲みましょうとか、あ、お茶飲みましょうとか、お食事しましょう、ちょっと一杯飲みに行きましょうとかね。やっぱ食事してる時ってお互い無防備ですし、本心もちらちら出てきますし、ちょっとした仕草も見えますし、やっぱね、もちろん時間を共有していろんなところを見ることができるというだけではなくて、やっぱりね、食事をするというのは、そう、特別なつながりになるんですよね。はい。なので、まあね、こういう、まあ話を戻すと、トランプ大統領は3泊4日、安倍総理は何度も何度も一緒に食事をした。だから一回ね、ハンバーガーでも何でもいいんですよ。うほらせつつ。一緒に食事をするというのは、首脳会談もしかしたら3回、4回分ぐらいの価値のある、そういうランチになる。ね、ディナーになるわけですよ。はい。
ですからそういうね特別のつながりを、得ることができる食事ですから、その時に通訳を挟まずにですね皇后陛下がですねテンポよくお話をなさる、これもこれでまた非常に価値のあることですよ。はい、ということでちょっとですね食事をするということは古事記でどんな風に出てるかなということをちょっと全然違う場面をいくつかですね、ご紹介しました。はい、古事記の窓は以上になります。